今日も元気に北条と戦っていくとしましょう。まずは部下に任せる軍団を編成。ここなら落としてくれると信じてるぞ。士気と訓練度が微妙に下がってますね。その打ち上げとかないと。部下に任せる軍団には馬と鉄砲はあげません。負けると一発で物資が全部パーになりますからね、わら。分を祈る、以上、頑張れ。昇進できる奴は誰もいない、と。じゃあ次は自分で攻め込みます。連戦して3つ、4つは城を落としたいところですね。確か対抗立志伝4だと3連戦すると、4戦目からはどんどん士気が下がっていくので、1セット3戦で切りよく帰ってたんですが、まるで対戦シリーズわら。対抗立志伝5は4戦目から、戦うたびに士気が減るってことはなかったと思うので、兵士と能量と本人の体力が続く限り、何連戦でもできるぜ。まずは大垣ですね、水まんじゅうをよこせー。例のごとく、合戦パートは長いのでカット。やることも縄文爆破とか火攻めしまくるだけで、ワンパターンですしねわら。よし、これで水まんじゅうの生産は我が手に落ちた。家臣たちには褒美で1年間食べ放題を贈呈しよう。行くぞ連戦。とりあえず、このまま近江を攻めていきましょうかねー。まずは近場の沢山。北近江を攻めるぜー。ゲームなので大垣からサクッと山を越えてすぐ。現実だったらめっちゃ疲労溜まりそう。東道コートラがもう少しで勲功が1400に到達しそうですね。多分、今回の交渉の功績で勲功増えて、1400超えると思いますので、後で武将に昇進させてやるからな。さて、東道さんの勲功地はいくつだ。上杉の援軍がめっちゃ近くまで迫ってたぜ。援軍来ると野戦めんどいですからねー。東道さんは勲功ジャスト100。勲功1400超えましたね。一応次の城攻めで確認しておこう。お次は長浜ですね。なんか近江宮、食べたくなってくるわら。兵士の数はまだまだ余裕ですねー。さて、勲功の確認もついでにしておきましょう。信繁はあと400くらいで過労になれますね。東道さんは1400超えていたので OK。蒲生さんも早めに武将にあげたいので、ここは任せた。真田神経を過労にするのと、蒲生氏里を武将にするのが、家臣に関する直近の目標になりそうですね。さて今回の勲功はどうかなー。交渉で降伏させた蒲生さんがトップですね。吉氏さんは部下の功績までしっかり考えてあげる上司です。まだ俺のバトルフェーズは終了していないぜ。今回は織田に城まで攻めて、北近江完全制圧で満足しておきましょうかね。兵士は出陣時からまだ1000人も減ってないです。信繁があと330くらいか、じゃあ交渉を任せるぞ。あと1、2000分、合戦に連れて行けば、信繁は過労になれそうですね。やっぱり全員足軽よりは騎馬とか鉄砲いた方が、兵士の減りも少なくて済む気がしますねー。よし、勲功稼がせたい二人がワンツーフィニッシュですね。吉氏さん、ついに軍神になっちゃいましたね。これは上杉謙信に並んだと言っても過言ではない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で応援よろしくお願いします。